おはようございます。高野くもです。以前私はマイルス・デイビスとボーカルとブルーノートの話というタイトルの動画をアップしました。この動画にいただいたコメントを今回紹介したいと思います。サンジョルディさんからのコメントですね。ライオニック・ブルーノータル・ハード・バッピアンのサンジョルディです。 え、なんえライオニック、ブルーノータル、ハードバッピアンのサンジョルディです。かっこ笑いって。<laughs> すげえ、なんか、かっこいいですね。なんかね、響きが。で、コメント返し、ありがとうございました。そう。これは、サンジョルディさんからね、いただいた、あの、コメントを元に作った動画なんですけどね、<laughs> コメント返し、ありがとうございましたというお礼をいただきまして、で、あの、サンジョルディさんどうもありがとうございますと。で、 私は、このライオニックという言葉にですね、なんかすごくピンときたというか、ぐさっときたので、ライオネルではなくて、ライオニックですかとね、ライオニックという言葉に反応したコメント返しをしましたね。そしたら、サンジョルジーさんからこのような返信が来ました。アルフレッド・ライオニックです。ライアルフレッド・ライオン、ライオネルじゃなくてね、ライオにアルフレッド・ライオニックです。かっこ笑いというですね。 コメントが返ってきてきますねライオニック、なんかライオニックって強そうでいいですよね、なんかライトニングというかねこうライオニックプラズマみたいな必殺技っぽいですね、ていうかあラ,イラ,イえライトニングプラズマかあれあの、リングにかけろのギリシャ十二神の一人にあの確かビーナスって言ったんですけどね、ね確かあれ富士裾野で戦ったギリシャ十二神戦だったと思うんですけどね。 シャドウ・ソウスイと戦ったのかなライトニング・プラズマっていうあの必殺ブローを放ってましたね。でもあんまりソウスイにはダメージ与えてなかったような気がないその後、あれじゃないかなシャドウ・名誉拳でやられちゃってますもんね。まあ、どうでもいい。あそ、そうそう、それともう一つ必殺技ありましたね。同じ名前で同盟一曲じゃなくて同盟イワザで、 同じね、リングにかけるの作者、車田雅美がその後に、セイントセイヤという漫画を描いているんですけれども、そのセイントセイヤに登場するゴールドセイントの一人のアイオリアが放つ技も確かね、ライオニックプラズマじゃない,いや、ライトニングプラズマだったと思いますね。これはなんかすごいんですよ。確かね、1秒間に 1>, 1億発パンチを放つというね、すごいですね、1億っていうのも数えたのかな、私、1億どころか、1万も数えたことないんですけどもね、この E1 って数えてる、ね、あのアイオリアという人は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1億って数えたのかななんて、すごいですね。 1> 約1億発ぐらいすごいということなのかもしれませんけれどもねとんでもないですねもうペガサス流星圏の日ではないですねさらにあのまたリングにかけろに話戻りますけれどもスペシャルローリングサンダーどころじゃないですよねまあど,どうでもいいやはいもそれぐらいなんか強そうなあのライオンでございましたね1秒間に1億発あのガオーと噛むライオンっていうとなんか もう化け物ですけどもね。まあもちろんブルーノートのプロデューサーのアルフレッド・ライオンは化け物ではありません。素晴らしいプロデューサーです。三十ジさんどうもありがとうございます。で、次がですね、興味深いコメントなんですよね。竜大阪さんから。竜っていうのは、あっちの方ですね。坂本龍一の方の竜ですね。まあ、立つ大阪さんかもしれませんけどね。まあ、竜大阪さんと読ませてください。竜大阪さんからのコメントを読みます。 マイルスは自伝の中でフランク・シナトラの歌い方を参考にしたと言ってますが全然ピンとこなかった、うん、確かに自伝で書かれていましたよね <laughs> ごめんなさいしかし YouTube でシナトラの歌とか聞いているとある共通点を見つけましたふむふむそれはバラードにおけるビブラートの書け方ですマイルスとかコルトレーンはノンビブラートの奏者として位置づけられています クールファイブの前川清さんのようにワンワンはワワやらない意味でそうなのでしょうしかし曲の節となるロングトーンでフェードアウトしていくところで細かくあ軽く細かいビブラートをかけているんですシナトラも同じような歌い方をしているのでこの辺を参考にしたのかなと思っていますなるほどビブラートだったんですねでコルトレーンも初期は あごめんなさい。ちょっと、<coughs> なんか今日、ご朝、朝なんですけどね。いがらっぽいですね。起きたてで、いつも録画している、というか、録音しているのでね。申し訳ございません。えー、コルトレンも初期はマイルスのように音数が少ない中で印象的なフレーズを吹くようなスタイルを目指していた、との噂もあります。結果的に逆を言ったので、言ったのですが、かっこ悪い。そうですね。えー、それでも、バラード演奏に関してはマイルスのやり方をすごく参考にしたのではないかと。 プレスティッチのラッシュライフの演奏なんかすごくよくわかると思いますあラッシュライフ好きなんですよねあのコールトレンのねインパルスのバラードは私あんまり好きじゃないですけどねラッシュライフは染みますよねいいっすよねだけどそのビブラートに関しては全く意識して聴いていなかったので、まあ、今度聴くときはちょっとね意識して聴いてみたいなと思っておりますえ戻りますサックスはマウスピースやリードに対するアンブシュアーで えー、ビブラートをコントトロールできますがトランペットは腹圧だけでコントロールしなくちゃいけないので大変だったと思いますとのコメントでございましたリュウオ大阪さんどうもありがとうございます、えー、トランペットはビブラートって腹でも腹でコントロールするんだ唇だけじゃなかったんだね腹圧だけでコントロールあ腹圧だけでコントロールだから唇は関係ないんだ腹圧で ビブラートをコ,コントトロールすする楽器なんですねトランペットはあ知りませんでしたト、えーね、トランペット遊びでなんちゃってでね、プー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 、みたいなことをやって遊んでいたことはありましたけど、人から借りてね <laughs>、まああの、本格的にトランペットの練習とかね、習ったことないんで、その辺は全く私は変かりも知りませんでした。どうもありがとうございましたってことは、腹筋鍛えなきゃダメなんだね、トランペットってね。 と思いましたどうも、えー、リュウ大阪さん、ありがとうございます。勉強になりました。で、えー、私はこのように返信をしております。大変興味深い考察、ありがとうございます。私、シナトラの CD は何枚か持っているんですけど、それほど熱心に聞いていたわけではないので、かっこほとんど聞き流し、改めて聞き直し、両者を比較してみようかと思いました。というコメントを書きました。私、フランクシナトラのアルバムはね、 毎週では多分ね、10枚以上持ってるのかなまあセットで買ったりとか、あの、有名なね、代表作のスイングイージーをはじめ、あとは昔タワレコのワゴンにですね、こう輸入版で、廉価で、ボックスセットみたいな1000円で、例えば5枚 CD が入ってるとかね。だからそういうのを横着して、アルバム単位というか、ベスト曲集みたいなものの曲を集めて、 集めた CD がもう5枚6枚とセットになっているようなものを買ってそれでパソコンに入れてそれで入れ入れてなんかもう聞いたつもりになっているというね今最近の私あるあるなんですけどもね買ってパソコンに入れて何回か流しで聞いてもう聞いたつもりになるというねいかんですよねフランクシナトラはまさにそういう 位置づけになっっちちゃっていますのできちんとね、まあ、スイングイージーは割と学生の頃かなよくジャズの名盤紹介の記事だったりとか書籍にあったのであこれはちょっとちゃんと聞いこうと思ってねあの聞いた記憶はありますけれどもあとはねよくほらカラオケに行くとオールオブミーが必ずフランク・シナトラのコーナーやってオールオブミーはあそういえば これはテディ・ウィルソンとレスター・ヤングをやってる曲だからな、あうフランク・シナトラも歌ってるんだなと思って、シナトラのオール・オブ・ミーは何回かね、ちゃんと熱心に聴いた記憶はありますけど、それ以外は本当になんか流し弾きだったので、まあ、これを機会にね、ちゃんと聴いてみようかなと思いました。まあ、YouTube もあるしねと、うん、だから歌ってる姿とか見ながらね、あるいはせっかくね、タワレコで、 何十曲も一気に安い値段で買ったのがパソコンのまあハードディスクの中に入っているのでちょっと取り出して聴いてみるのもいいかなとな思いましたけどもえどうもありがとうございます。リオ大阪さん。まあいろいろそういうねビブラート私もねそう言われてみればフランクシナトラの歌い方を参考にしたってね確かに事前に書かれているんですね。それで うーんってあまりなんか接点全然ないよなぁなんて思いながら読んでいた記憶がありますけれども接点ないなと思う以前にお前聞いてねえじゃねえかよって感じですけどもねごめんなさい <laughs> まあいろいろあれですねただ持ってるだけじゃわからないことっていっぱいありますね当たり前ですけどもね、うん、だからちゃんとこのフレーズの最後の長く伸ばすところにあの 細かくビブラートかけているという点も全然気がつきませんでしたのでね、貴重な情報どうもありがとうございました。でですね、先日ですね、ジャズ批評の編集部の方から、全,、まあ、全くちょっと話がありますけどもね、あの、また、あの、執筆依頼が来てまして、次号のね、ジャズ批評の特集がですね、私が選ぶ日本ジャズの名盤なんですね。 で5枚選んで、その理由も書いてくださいというですねあの依頼が来てましてですね。うん、で、今、書いてる途中なんてか、リストアップしてる途中なんですけどもね、2023年の1月号なので、12月発売なのかな、私が選ぶ日本ジャズの名盤。これはちょっとね、いいですよね。ちょっと メールの一文ちょっと読んでみましょうか名盤特集というとどうしても海外ミュージシャンの作品を取り上げることが多いのですが日本人ジャズミュージシャンのアルバムにも名盤と呼べる作品がたくさんあり日本産のジャズは海外からも高く評価されておりますって書いてあるんですねでもうジャズを愛聴するあ皆様の思う日本人ミュージシャンの名盤を本紙で紹介できればと思っておりますと 昔の作品から現代の作品まで幅広く選んでいただいて結構ですので日本人ミュージシャンの作品に絞りアルバムをご紹介いただきたく存じますですねでサイドマンに、えー、海外プレイヤーが入っている分には、えー、セレクトの範囲にしていただいて結構ですと書かれていましてですねだいたい浮かんでだいたい今絞り中なんですけども まあ、絞るのはいつも辛い作業ですねでも絶対入れようかなと思うのはねありましてもうこれはもう筆頭にあげようかなと思うのなんですけどねまあライブ版なんですけどもねで幻の録音とも言われていますよねでピアノがねすごいんですよねも,ものつく人でライブハウスもものつくところなんですよね 桃太郎ってことでね、はい。昨日それ聞き返してね、やっぱあぜんとしちゃいましたね、もう魂抜かれるぐらい、やっぱすごい演奏も、あーと、ほわーって、もう競争というべきか、熱狂というべきかね、もう熱に浮かされたというかね、もう、まだその時代、私は生まれてませんけど、本当にその時代にタイムスリップしてしまったような思いでございました。 いやーすごいわそのね「もも」がつくななんかね「ももたなアルバムは入れようかなと思っております、まあ、皆さんが好きな日本ジャズはどんなんでしょうねあの少し前にね私ね7回に分けて「スイングジャーナル」の臨時増刊号に掲載されたね日本全国63のジャズファンクラブが選ぶ70年代を代表するジャズ10枚を長々と朗読しましたけれども、まあ、そう結構ね日本ジャズが選ばれて いるのがとてもも印象的でしたけれどもその中でもね、私好きなアルバムあったりするんですよね。だからそれ入れようかどうしようか、今いろいろ迷っているんですけれどもね、日本ジャズ、和ジャズ、5枚、結構大変だよね <laughs> ど。どうやってね、こう絞っていこう。なるべくいろんなバリエーション、いろんな切り口で、 全部切り口違う5枚にしようという手もあるしもう本当に素直に思い浮かんだ順に5枚という手もあるしとねまあもうリストアップしたらあとはもう絞り込み作業でその絞り込みにどのようにね色をつけようかというねまた変な色気が出ている私でありましたけれども確か読者投稿もこれ150字以内でだったらよかったと思うんですよね なので、で、締め切りがね、確か11月11日だったんですよ。ポッキーの日ですよね。なので、まだちょっと11月になったばっかりなので、もう、でもあと1週間ぐらいか。この1週間の間にですね、気になるというか、投稿したい人いらっしゃれば、ぜひですね、日本ジャズマン、これがいいという1枚を選んでですね、ジャズ批評編集部に、皆さん、 投函されてはいかかがでしょうかメールでも受け付けていると思いますので、ねまあ、もちろんファックスでも受け付けてくださると思いますのでね、あせっかくだから、えー、のメールアドレスを教えておきますね。みんなどんどんじゃあこの際応募しましょうよ、<laughs> どんどん投稿しちゃいましょうよと <laughs> えーと、ね、と。ね ジャズ M です。全部小文字で、あメールアドレスね。えー、全部小文字で、jazzm ですね。M を忘れずに。で、アットマーク、バイオリン ocnne.jp ですね。で、バイオリン、えっ、ー、と、violin で、.ocn で、n e ドット、o C JP ですね。で、懸命には読者投稿と指名をお願いしますと書かれてますね。まあ、いろいろ編集部にメールが来ると思うので、分類するのに大変だと思いますので、読者投稿と書いてで、で、あなたが好きな日本人のジャズ、まあ、ミュージシャン名、まあ、ジャズマン名、アルバム、レーベル名を書いて、150、でもね、いつも思うんだけど、150字程度でとかってね、あの、いろいろ応募、 募集募っているのに、で、次の号を見ると、絶対ね、その編集部が指定した文字以上の分量の文字を書いてくる人たちがいっぱいいるんですよね <laughs>。その辺、編集部削ったりとかしないのかななんて思いましたけど <laughs>、でもやっぱりルールはね、そういうのは守った方がいいと思うんでね。まあ、わかんないですけど <laughs>。で、もし、えー、ファックス送る際は03-3807-8699となってますね。 でもし郵送の場合はですね、郵送で送る場合は、郵便番号116-0014、東京都荒川区東日暮里5-45-10、飲みビル403、飲みビル、の飲みビルかもしれませんけど、ね、脳っていうのは、能登半島の脳ですね、可能、不可能の脳ですね、で美しいと書いて、脳みビル403、えー、郵便番号116-0014、東京都荒川区東日暮里5-45-10、飲みビル403、えー、ジャズ批評者、株式会社松坂。 となってますねここ宛てに、まあ、読者投稿ということでね、えー、書いてお送りいりだけるとあなたの選んだ日本人ジャズ名盤がジャズ表に掲載されると思いますのでふるってご応募くださいということで今回は、えー、サンジョルジさんから頂い,いたコメントを紹介する動画に頂い,いたコメントを紹介するとともに日本人ジャズ なんですよとジゴのジャズヒ秘音特集特集はねなのでまあ、興味ある方は奮ってご応募くださいというお話でございましたということでまた別の動画でお会いいたしましょうさよならバイバイよ